ングすることができた。ちなみにこれは定かではない情報やもしれんが、今日が今年最後の10人演舞だそうです。もう年内はこれが最後に収めと。よほど12月ガチャガチャするのかもしれないな。いや、わしも知らんかったんじゃ。今日朝親方様がおもむろに、今日は今年最後の10人演舞じゃなって言ったに対して、ほぼ9人全員がえっ誠ですかとなったところ、まあまだ出陣表っていうのは12月は出とらんのかね。出とらんのか。まあ出てから南の中では、あ、なんだここできるじゃんって思う場所あるかもしれんけれども、わしらもそれまだわからん。この先12月の予定がどうなって変わっていくのかわからんけれども、今のところは今日次の14時半からの演舞が今年年内最後の12演舞ということで、まあこの機会ぜひ逃さず14時半からの演舞見ていただきたいと。そして今年最後の12演舞、演目は一体何をやるのかと、それもぜひ楽しみに見ていただきたいということです。されども、もうちょっと早いとこ刑事には出奔していただいて、前だけがこうどん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 こうボロボロになっていく。もう今日もわしは心に大きな、それはそれは大きな傷を負った。おう、肥後の神。早いじゃん今日。もう座談したってしゃあないで。なんで狭いよ。すみません、登れると思ったこれで。最悪この石の形状見たらこれ縦にならない。ちょっと試してみましょう。試してみる。わしが後ろ同じ前に乗れって言った。試してみるって言ったの前じゃろ。わしが前に乗ったよ。あ、はい、同じ後ろに乗る。なんでちょっと危ないな。脱走が知れんの。ください。ありがとう。水も用意しておきました。でも一つしかなかったら清正どこ。お主が立ったら星が見えんって。九州にですな。あ、九州というか、まあ、熊本ですな。うん、熊本 の, その本名寺というわしのこの、うん、はわしを祀ってあるという墓があるんですわ。ここにいるんだが。まあでも祀っとる。祀ってある墓があって、うん、でそこにこの何百段あるかな、あれなんかすごい高い階段があって、そこの上に9メートルのわしの銅像っちゅうのが立ってるか。台座を合わせて9メートルあるってやつがあって、それがちょうどなんかこんなようなポーズを取っとるやつがある。これシャッターチャンスじゃん、うん、これ取っときゃ。これ今もう13メートルぐらいですか。13メーターあるどこまで、この槍先まで合わせて13メーター。台座を合わせて13メーターぐらい。こっから槍先までが13メーター。さすがにないか。いや、あのそれをもし本気で言っとるとしたら、むしろそろそろ病院行った方がいい。じゃあちょっと行ってまいります。行かねえ行かねえ行かねえ。大丈夫だ、多分正常だから。いや、なんかただな、清正例機会だ。ちょうど今2人だから話させてもらうわ。はわしの昨日の日記帳見た。ああ見ました見ました。お主あれ私のでしょ。やかましいわ。あれわしのセンスじゃな。あとな、わしあそこにサテライトショップってやつな。ありますな。あそこでわしらグッズが売っておる。さよ、写真が飾ってあるんだけどな。はわし衝撃写真を発見した。お主よくわしの鉄線、あの金色の鉄線、あれはよく持っとるわな。あれはわし知っとった。だけどはお主、わしが徳川殿からもらった白い扇使うとるな。白い扇白になんか徳川殿のシダグゾクみたいなのがぐさっとこう入っとるような、あの扇をあの扇を開いて、あそこの像の前でこうやって写真撮って、満面の笑みのお前がおるんだ。わしあれ見た時にびっくりこいたわ。いやー、わしあのあんまりその写真関してそのよく見とらんかったもんですから、その写真の存在知らんのですが、ただそのこと自体も記憶の中からありませんな。今度ちょっと確認をしとけ。確認しとけ。ははじゃない。昨日だってそうじゃわな。雨降っておもてなしになりましたと、はあ、でわしと徳川殿が控えの陣におった、はい、でお主の番が来ましたと、はい、でわしがちょっとな長引いて、清正じゃあ次頼むねと言った時に、お主しれーっとわしの前まで来て、はあ、なんならわしが、まあ、こうやって座っとるわな、はい、座っとってここにセンスがあるわけ。ああ、そうですね。な、この場所にセンスがあって、面と向かってわしの方に向かってきて、何も言わずに手を伸ばしていこうとしたのな。はい、まあ、わしからしたらわしのものを勝手に取っていく盗っ人だわな、言うなら。
あれが両手に馴染むやかしいそういう話をしとるんじゃないか。な、わしがおる、本当だったら座っとるわしに年上様ちょっと借りてええですか言うたらわしが、あ、ええよって言って初めて手に取ってええんだ。で、わし、借りてくるときに借りますだから、その借りますっていう言い方がだから、こう、来まして来たな、で、わしが座っとったで、こう取る、おい、キョムザ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 、違う違う違う、早いわ、早いわ、部屋出るまでが本当に早すぎる。宮吉、そのようにちゃんとな、人のものを借りるときは、うん、あ、借りますと、うん、ちょっと借りパクさせていただきます。待って、言い方、言い方を言ってから借りていくと、それ宣言したら誰も貸さんてな、わしがおったのにもかかわらず、はだから徳川殿ももう苦笑いだったわ。もう散々わし今まで言うてきたのにもかかわらず、清正、わしのじゃろって、清正がみたいな感じになっとるじゃろ、はい、もうなんか言うことあるじゃろ、ありますわ、借ります、借ります、そう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 、その言い方、借りますって言って出たら、あ、ええよってなるんで、その言い捨てるかのような吐き捨てていく、借ります、もう何じゃろう、それを徳川様が何ですか。いや、あの、なんでそんな急に真剣なだけど、徳川様が苦笑いだ、苦笑いだったよ。なんでかって言ったら、借ります、わかったよ、出ていくんだ普通。はでもお主は借りますって言ってそのまま出てったな。わしの返事を待たなかったんだ。あ、ということは借ります、いいよ一人で完結させるのに、わしがええよって言うまで待っとらなかったのに、借りますって言ってええよのええぐらいでもうお主の姿なかったんだから。いやー、徳川様に言われたなら直さねばなりません、ね、なんで言われたなあ徳川殿、昨日機械の陣にて清正がもてなしに出る前にわしの向きはええってことさっと座れよ、もう思いっきり見えとるで何も動いてるよ、よう分かったのな、よう分かっとんのあんたが動かしたそのまんまだってな、徳川殿、はよ座れってこと、浮いとる時間は何なのジジイかも徳川殿、徳川殿、分かったな、徳川殿、昨日の控えの陣で、うん、なわしの扇子を清正が勝手に持ってった、うん、で借りますわって言って借りますって言ってもういなくなって、うん、もし苦笑いしとったじゃろ、うんうんうん、あれはやっぱり清正がしっかりとちょっと待ってんな、なんでそこには控えるわしの横におる時ずっと立っとったもん、わしずっと見上げとった、首痛いよ今、あの徳川様、ダルダルなんですがダルダルでございます、将軍みすぼらしいわしな演舞であれほど、ああ先ほどの動いたのにの一切なんともなかったんだよな、一人な、ああ写真撮影での立ってくださいよ、よしやってやろうちゅうてな、こう立ってたらブチーン切れてこれだけでわしやられて、あんなに動いとったのにな、あまさかのなよほど伸ばしたところでどうしたのどうしたのどうしたの、いやちょっと砂がついた、膝ついたからだろ自分で、そうです、控えたからだろ、それを決してここで何をしてるのか向きが間違っとるぞ、向きが間違っとる、いやそれで今ちょっとこれパッとやって思い出したんですが、皆の衆昨日雨が降ってたな、前の方でちょっと座ってみてくれておったものは本当にな協力かたじけなかった、というのもな、わし最後に踊った舞の時にこうやってクッてやるところでこう膝をくっついた、そうしたらまあここがじわーってこう染みてきて、染みてきたっていうことで、あ、みんなは違う違う、向きはどうでもうんじゃないか、人の飲料水を分かっとるな、清正は分かっとらんで、全然お耳に預かり、光栄にございます、光栄にございます、大義であるでもない、大義でもなんでもない、わしが座らなかったのに、なんでわしが前出てきちゃったの、あー清正それは違うんだろ、こっち向きかよ、こっち向きに預かり応援じゃない何回やすまん、取ったしそれはすまん、それはすまんじゃない、それはすまん、なんでお前がすまんじゃん、お前がすまんって砂がついただけにす
な清正やるのやるの大義であるじゃない褒美に預かり光栄じゃない本当に昨日雨降ってよかったわ。昨日一日これだったらわしもう今頃喉ガラガラになってる。聞いとるわしは。ずっと下ばっか気にしとる。3分の1。3分の 1? あ、余裕とるか3分の1。3分の1聞いとる。3分の1聞いとる。3分の3聞けよ。でまた清松が控えたってことはこっち来てまた膝を払わなかんだね。砂が飛ぶって言ったの人に。くっしゃくしゃ。ずっと寝干しが。今日は風が強くございましたが。おい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 。今みたいにドンってやるから砂がここに舞うんだって。それはあーるだって。それはすまん。それはすまん。それはすなん。だからすなん。清正さん。大義に入ってない。ごめんにやる。防衛じゃない。3回目。2回やんの。さすが清正じゃ。やかましいわ。誰か来てくれんかな。誰らしいんだよ。全然誰も助けに来てない。刑事とも。あ、刑事もう終わるわ。あ、刑事殿まだやってる。まだやっとるわ。ちょっとなんか足に来たな。この上にも乗っとれんわ。さっきわしこうやってバーンってやった時、うん、ちょっとここ痛くなりました。知らん知らん知らん。自業自得だわ。はい、大丈夫。はい、大丈夫。まだな。いかねえ。えらい構えよ。精神年齢いくつだ。それわしの。あんたこっち。まあさすがの将軍も男には弱い。なあ、かわいい。絵ですが、今日、かわいい犬も見ました。かわいい犬も。犬もかわいいな。犬もまあ、かわいいな。まあ、犬の話だと、たびたびわし申しておりますが、かつては犬というのは、狩りの練習なんかに使っておったということで、まあ、あまりに殺生なことではないかと。途中から、最初本当に、まあ、むごい話、ちょっと居殺したりとかしておったもんで、それはあまりにもと。いうこともあって途中から、倒さないように弓矢の先は丸いなんかこういう柔らかいのがついてそれが当たるっていうそれでも結構今までに考えるとなかわいそうなことなんだけど、ねうん、まあそうしながらそういった歴史を経てだんだん今の動物愛護というのがやってきたというわしも武将隊として動物愛護センターに撮影に行ってまいったあの畜作の の, あの平和公園の隅っこの方にあるんです、ね、隅っこの方っていう言い方もなんですけどでもあれで見たけど全写真を主最高の笑顔してる動物には心を開くの年間の笑顔をその1日で消費してるびっくりするぐらい笑顔だったから初めて見たわと思ったいやーっつってな来たばっかの刑事には分からんだよ動物が好きっていう話じゃない何動物が好きっていう話ああそう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 動物が好きって話ああそこに動物があすごい可愛らしいじゃあトリノでもな動物見てあの面包トリだったんだろ見て歩いた時にそっからでも分かるぐらいの笑顔やったの面包つけて折っても分かるぐらい面包って言うても怖いよあれ結構怖い怖いまあちょっとな詳しくないもんは分からんかもしれんけどな面包がよく鎧なんか飾ってあるのを見るとこういう口型のこういう仮面みたいのがこうついとるのがあってな、それを綿棒っちゅうわけじゃない。わしな、普段はその綿棒というのはつけてはおらん。兜をかぶった時もつけておらん。だがトリノの時は、ちょっと一発、舐められんようにということでな。あの、僕のものに。綿棒というのをここにつけたまんま、街を練り歩いた。そうすると向こうから仮面舞踏会みたいのがやってくるそういう遭遇もありながらこう街を練り歩いたわけだ、うん、そしたらまあトリノの街のじゃなこの大型犬の多いこと多いなそうか向こうは大型犬が多い大型犬が多くてですなまたよーしつけられたあ飼い主がこうやってやったらスーッとこう歩くこの順路をこうこういうふうにやってるこっちはふーっとこらおー足もちょっとふーっとこいかわいいねガバッとこいかまれそうやん全然警戒心丸出しやないかいややっぱりこの甲冑を見てですなあ、まあ、なるほど犬はこう尻尾を振っておると、うん、尻尾を振っておるのであ
懐いてくれたんだなと思って近づいてた。そういったこともありながら、それでも笑顔。いやー、よかった。トリノの思い出ですね。いや、でもまあまあ、あの、いろいろあった。よかったです。雑。犬以外の情報が雑、トリノ。トリノ、何じゃったろうな、思い出って言ったら。河村市長の燃えよドラゴン。確かにそれ結構思い出かもしれない、ね、うん、思い出。いや、わしら演舞をあちらで一度だけ披露いたしたんですが、イタリアに遠征した時に、で控えのこの陣みたいなところがあって、そこでわしら出番を待っておった。おう、イタリア時間によりわしらの出番は非常に遅れておった。おう、そしたらいつ始まるかちょっとわからんという状況で、またその係の者が伝えに来てくれる話だったので、それを待っておったところ、河村市長殿がその、まあ、会に出席をしておったんですよ。河村市長の殿の歌う燃えよドラゴンズがでっかい声でこっちの陣までバーン聞こえてきたので、あ、今会始まったなと。それがもう始まりの始まりの合鍵だったら、ホラ街みたいなもんですわ。それでこう知ったと思い出がありましたが、それはもう当然じゃない。それは当然でしたな。あの、その場では名古屋市と鳥野市は姉妹都市の提携を結んで5周年ということで、それを記念しての会だったわけですが、そこでまあ河村市長殿とそれから鳥野市長殿がこう一緒の台に上がっとったわけですが、聞くところによると、鳥野市長は意味が分からず頭を抱えていたという、そういった話もありながら。そう、分からんでしょうな、頭を抱えるって。そうそう、人間がこう頭をこうやって抱えるときって本当に行き詰まってるときか、もう本当に人生先が見えませんって時だ。来ておった者たちもほとんどトリノの市民だから。イタリア市民がいきなり最初に聞いた歌が燃えよドラゴンということで、多分日本でこれが流行ってんだろうなというふうに思ったことであろう。もしくはこれが国歌なんだ。国歌。だからサッカーの試合でイタリア対日本なんていうのがあって、国歌が流れた時にはあれ違うんじゃないのと、その見た偶然見た国民たちは、まあ、あれって、あれと、あれじゃないのか、違うのかなって、もっとノリのいい曲だったと思うんだ。僕の聞いた声で。そういうこともあるかもしれない。だから我々もそういった意味では非常にこの気をつけて全国にそうじゃない発信していかねば、正しい情報を発信していかねば。だから先ほどのやり取りなんか非常に良かったですな。あの、正しいこの武将のあり方というのが、それはわしとでも締めてたじゃん。え、じゃないよ。入ってこいよ。もうええ。稲垣がなったからな。これにてこの座談会はしまいということで、これにて次は我々14時半よりこの場所にてまた演舞を行うということだから、その時にもまた時間あるものはぜひ足を運んでいこう。では親方様を待ち、これにて退陣ということで、南のたたるよ。